どうもよしもと芸人、罰を知らない独身男、秀丸とねずみ先生ですーくーの一人と一匹でお送りしている占い番組です。さて本日はですね、もうすぐあなたに起きることというテーマでリーディングを行っていきます。左から一2三番で好きな数字や直感、絵柄などでカードをお選びください。 また一つに絞りきれない方はですね、二つ三つと見ていただいて気になったメッセージをお受け取りください。タイムシフトは概要欄に貼っておきます。ね、いつも本当高評価ボタン、チャンネル登録、中にはこうスーパーサンクスをね、何回もこうくださる方がいらっしゃって本当にありがとうございます。とてもね、励みになっておりまして、まあそういったね、エールがあるからこそ続けて、 続けられていいる番組ででございますのでこれからもね、よろしくお願いしたいんですが、このね、状況に甘んじることなく、日々ね、自分自身せ、何て言うのかな、精進、精進しながらですね、日々、より皆様に伝わりやすくね、楽しんでいただいて、実践的にね、日々の生活に役立てれるようなね、役に立つようなメッセージを受け、あの、伝えることができたらな、なんて思ってね、 自分なりに一生懸命こう試行錯誤しながらね、やっております。はい。なのでね、もっとたくさんの方にね、知っていただいたり、たくさんの方のね、お役に立てればなと思っておりますので、応援をね、よろしくお願いしたいなと思っております。はい。では、そんな感じでいきましょう。今日もね、左の一番ですね、このページのウォーターってカード、選ばれた方のリーディングに入っていきたいと思います。 ま、いつもと同じやり方がね、今は好きなんでこれやってます。紫カードでアドバイスを出していって、右側のカードでもうすぐ起きるかもしれないこと、左側のカードで現状を全部聖地に直して出していきましょう。えペンタクルの3番、カムトギャザー一緒にハッピーハッピー幸せ幸せっていうカード出ましたね。 現状だから幸せまみれの方が見てるっていう風にまあこのまま直接ねストレートに呼んだらそうなるんですけど、まあ、なかなかどうして人間思うようにね現実想像できないものが多くてで悩んでるから迷ってるから幸せじゃないから見てんねん売らないよって方の方が多いんじゃないかなと思うんでまあいろんなねちょっと観点から何かメッセージ言えたらな思うんですけど現状だからね でもね、根底にあるのは幸せって感じがしますね。うん。それはね、幸せは幸せなんだ、と思えるし、自分でもそう言える状況だと思うんですけど、もっとね、叶えたい目標があったりとか、もっと掴みたい幸せっていうものがあるんだっていう。うん。それがね、一人で掴んでいく幸せじゃなくて、 誰かと一緒につかんでいく幸せそれを望まれてる方が一番のカードを選ばれてるって感じがしたんですよね。もちろん個人で、まあ、生きてる分には、まあ、ほんと必要最低限のものがあったりね必要最低限の環境があったりとか、まあ、いろんな過酷な状況を生きておられる方と自分を比べた時にああたくさん恵まれてるな幸せなとこがあるなって意味ではきっと幸せなんだろう自分は。うん でも自分にはやっぱりエゴがあるし、うん、望みもあるし、もっとね、自分自身を自己実現させていきたいって思いもあるし、もっとだから幸せ。こういう風になれたらもっと自分は幸せ豊かになれるっていう、そういう望みもやっぱりあると思うんですよ。うん。で、その望みというものの中に、誰かと一緒に想像していく幸せ。 それを手に入れたいから今頑張ってねって方が一番のカードを選ばれてるって感じはしたんですよね。まあ、中にはだから恋人、結婚相手、パートナー、人生のパートナーみたいな人と出会って一緒に生活していくことが何よりの幸福だ。だからそうなりたいって一心にね、それを目指して生活されてる方もいらっしゃるでしょうし、中には仕事。仕事ってやっぱり一人で成立しないですよね。うん 仲間がいたりとか、お客さんがいて成立するもんなんで、誰かこの、まだね、半人前、その分野においては半人前かもしれへん。まだ経験値も技術も足りてないかもしれない。でも、自分はその仕事やってみたいし、きっと素質、才能があるかもしれない。だから今かけてそれをね、仕事にしたいと思って頑張ってる。ただ、それは誰かと一緒にやらないと作り上げることはできない。仲間やったりね、プロデュースしてくれる人やったり、声をかけてくれる人、う。ん 自分の能力素質をこうてくれてまああお互いしてくれてね一緒にやらへんかって言ってもらえないと無理かもしれないしそういう会社組織に属さなければ自分がやりたいって仕事できないって人かもしれないしね個人でやってても誰かそのね自分の個人のこの事務所個人でやってる個人事業主でやってるその仕事のね良さを誰かが分かってくれないと成立しないもんなんでだからそれを一生懸命今売り込んでいるとかね 技術を身につけるために努力してるとか、どっかスクールに通って、ま、学んでるとかね、資格取得をあの一生懸命取ろうとしてるとか、なんかそういう、うん、自分の能力、才能を誰かに認めてもらって、次の仕事に役立てるとか、なんかそういったことで今、一生懸命自分を頑張ってね、磨いてらっしゃるって方が、一番選ばれてるって感じにも見えるんですよね。うん まだ何かこの発展途上なものをすごく感じるんでうんただそれは後ろ向きという意味ではなくてすごく前向きにねそれを捉えて自分自身のできる範囲のことを一生懸命ねお金と時間をかけてそのことに費やして頑張っていってるで中にやっぱりね葛藤もするんで本当にこの道であってるのかなっていう思いもあったりするんですよねきっと。 ここんんんだけやっっってててうまくいいかかへへとはなもしれへんでも本当にやりたいのって何なのやっぱりでもこの道をやりたいんだなっていう、うん。こんだけ望んで願って努力して行動しても全然恋人できへんとか結婚できへんとかじゃあ本当向いてないんじゃないかなとかね。うん、で時々立ち止まってね自分の心と向き合って葛藤するんですけどやっぱり欲しいのは、まあ、恋人だし結婚相手だしとかね。 この仕事どうしてもやりたいしやっぱその気持ちは拭われへんからやっぱり今はその気持ちをねと付き合ってその気持ちを慰めるというかねその気持ちが落ち着くその気持ちの執着から手放せるようにまたは本当に良い成果が出るまで、うん、なんせこの気持ちの灯火がまだ灯し続けていって消えない限りやっぱりつ付き合っていかなダメなんですよねその気持ちとね自分自身の気持ちってやつと。 あなたはその気持ちと向き合いながら日々葛藤しながら努力しながら悩みながら迷いながらその道を進んでいかれているっていう方が一番を選ばれてるんじゃないかなと思うんですけど、うん、正直ねもうこんなこと言ったら夢もないかもしれないけど正直それが本当に叶うかどうかは誰にも分からないし霊視ができる占いさんに聞いても一緒やしね分からへんしお金を払ってね個人鑑定頼むとそれはあなたのあなたに。 希望を持てるような落としどころを見つけて話をしていくんで、それは残念な結果ってほぼ言わないでしょう、うん。商業的なね、要素を含んでいるミュージシャンが作る歌にはやっぱりどっかで希望っていうものをね、込めますよね。うん、必ず。うん。そうじゃなかったとしてもね、商業性は含まれてないミュージシャンであっても、それは希望、歌って中でどっかネガティブの切り口に入ってもね、 どこかで愛を歌ってたり前向きなものに希望っていうものに結びつけるっていうとこ行かないとやっぱり誰も共感しないしあの聞いてくれないっていうね側面もありますよねそれだけじゃないけど結局何か誰かの気持ちに共感さすっていう部分があるんでだからあなたがこのまま頑張ってもうまくいかないってことを言いたいんじゃなくて誰にもわからないんだよただ良い結果 ががて良い結果がだけが幸せっていう風な目線でもって生きていくと多分とても苦しいようなね生き方になっちゃうと思うんで良い結果ではなくプロセスこのプロセスに私は価値があって意味があってやってるんだってそこにフォーカスウェイトバランスを持っていった方が幸せになれるし不思議と良い結果を引き寄せやすいっていうのを知っておいてください。 良い結果を出すことだけが正義で良くて幸せで正しくてってなると必ず苦しむし西洋的な努力の仕方になってしまうし苦しみます、うん、うまくいきにくいです、はい、そっちに行くんじゃなくてやっぱりプロセスプロセスに持っていってくださいフォーカスウェイト心のバランスを、うん、それがちょっとね 僕からのアドバイスでもあるんですが、ついつい僕ね、現状だけじゃなくてアドバイスも言っちゃうんですけど、すいませんが、参考になさってみてください。全然お前の言うとこと現状当てはまってねえよって方はね、2番3番を見ていただいたりとか、そもそもね、個人鑑定ではないので、自分自身の、あの、状況と当てはめてみたりとかね、そういう風に受け取ってみたらいいかなというふうに思います。はい。個人鑑定だとね、いろいろ質問しながら、直接その状況を聞いて、 やった方が深掘りできるんでやったりするんですけどっていうことですよね。はい。で、話を戻しまして、次にもうすぐ起きるかもしれないことを出していきたいと思います。はい。法王っていうね、カード出ました。ジャッジじゃないわ。あの、大アルカナがね、なんでジャッジって言ったんでしょうか。すいません。ワンリングサーカス。一人舞台というカード出ました。進化、むちゃむちゃ考えてるよーっていうカード出ましたね。うん。 まずやっぱりね、久々大アルカナの法王っていうね、このカード出るの珍しいなと思ったんで、まあ、これが印象的にすごく見えちゃうんですけれども、まあ、あなたがやっぱりね、先ほどその道が正しいのかどうかっていう僕、ワードをちょっと言ったと思うんですけど、このカードが告げている答えは、あなたが進んでいる道は正しいですよって。うん、だから変えないでくださいね。諦めないでねって言葉が強くね、 あの僕の元に届けられてるんで、口から勝手に今出てきました諦めないでくださいって言われてます。うん、で、きっと、うんとこれ言う、僕こういう言い方あんま好きじゃないんですけど、言いますけど、導かれるような、うん、ことが起きそうです。もうすぐ起きること一つ目、うん。誰か力のある人、権力のある人、または、 まあ先ほど恋人関係で言うと紹介されるとか、うん。とてもね、こう信頼性のある人から紹介を受けるとかね、うん。なんかそういうね、人を介して、あなたが欲しかった望み、進みたい道への案内状が届くみたいな、そういうことが起きそうだなというふうに思いました。うん。で、それが来るっていうことは、あなたの道は間違ってないよって、 めちゃめちゃでかい分かりやすいサインじゃないですか。うん。だからそういったメッセージ来てるんかなと思うんで、うん。で、これもあくまで、何て言うんかな。ヒントでしかないんですよね。うん。本当にあなたがそれを道を選んで進んでいくかどうかあなたにやっぱり決定権があるんで、まあ、選ぶ選ばない好きにしたい,いけど、まあ、ここまで、この流れでここまで来といて、 導きの案内状を来て、それを破り捨てるなんて人いないと思うんで、うん。とても稀なことを今言いましたけど、まあ、おそらくあなたはそれをね、ちゃんと受け取って進,進んでいかれるでしょうって思いますね。ただやっぱりね、やっぱり悩むカードは出てるんで、今回悩むって見えたんで、シンカーのカードはね。うん。とても、その嬉しい導きの案内状には、魅力的なメッセージ、内容が書かれているんですが、同時にね、 変化して失うものだったりデメリットの要素とか不安の要素ってものも多分にね含まれてるんでしかも未知なる経験未経験の体験に対することが容易に想像できるようなことが書かれてるんでその招待状が来るって言われてるんでとてもあなたは悩むみたいです、うん、ただねこの悩みっていうものがネガティブな悩み方じゃなくてなんか嬉しい悩み方っていうに見えるんですよねちらほらあちこちに希望の要素 明るい要素が見えててもうほぼほぼ自分の中で決定をあの決定するイエスの方で話あの考えて考えながら悩むみたいな、うん、一応脳の角度からも考えてみようかって感じで考えてるんですけどいやこれイエスにね受けてその案内状イエスして 進んでいったらこんな希望や嬉しいことがもう見えてるわっていうこうなんかニタニタしながら悩むって感じがするんでうんすごくねいい熟考の時間を味わえるんじゃないかなという風に思いますなぜ希望がちらつくっていうたくさん、うん、そういう希望がたくさんちらつく熟考っていうものをするっていうことが起きそうやっぱりあなたにまずね起きることもうすぐ起きることの一番大きなことがやっぱり その道が正しいよっていう案内状が届くっていうそこですよねそこを起点にあとは小さなことが不随して起こるっていう風に思いますねもうすぐあなたに起きるかもしれないことなんですけどワンリングサーカスここをちょっと読み解いていきたいんですね一人舞台うん一人舞台と言えどこのカードはやっぱりねすごくね力のある盤石で安定感のある像の上に座ってるっていうのはやっぱり見えちゃうんですよね 土台は不安定に見えるんですけど、つまりね、あなたの中で、なんかね、この世界って、この世界観のカードのだけちょっと今掘り下げちゃうんですけど、今あなたが見てる景色って、あなたが作り出した虚構とか、幻想の中にいるって感じがするんですよね。で、でこれ物理的にありえないじゃないですか。どうやってこの像をここに立ったんって話ですよ。だから、本当は、 こんな状況、排水の陣みたいな状況じゃなくて、普通に海とかがなくてね、大地ばっかり広がってる場所なんですよ。でもあなたがこの周りは象の、象が立ってる範囲以外のところは全部海で危ないとこやっていうふうに思い込んだらそういうふうに見えるよっていうふうに見えるんですよ今回ね。うん。だから今あなたが不安に思ってること、うん。心配してること、全部虚構で 幻想だよって。だってまだ起きてない,起きてないでしょって。それ何の確率で当たるんですかその根拠は何ですかって言われたら、偶の根も出ないと思うんですよ、はっきり言って。うん、つまり虚構だ。そんなこと起きなくて、起きないから心配しなくていいってことをね、お伝えしたいんですよね。うん、だから、そんなところにあなたの時間とか思考の力ね、エネルギー、 カロリー、思考のカロリーをそんなことに使わずに、他のことに使いましょう。で、他のことに何が使ったらええのっていうと、行動することです、うんで。行動には失敗がつきものです。だから失敗を前提で行動するっていうことに対して、全カロリーを使っていった方がいいって言ってきてます。うん、でそれをしたら何が起こんのってこと,ことなんですけど、 あ自分にはすごく味方がいるとかファンがいるとか応援者がいるとか仲間がいるとかあなたにね手を差し伸べたいなと思っている力のある人がいるとかっていうその存在に気づけるっていうふうに言われてます。うん、だから今あなたが描いている不安虚構心配事、えー、と不安とか心配事は虚構ね、うん、その幻は自分が生んでるんですよね。 うん、自分が産んでるということにまず気づく。気づいてまず目覚めてください。あ、これは私間違ってたんやなって、うん。間違いとか正解ないんですけど、わかりやすく言うたびに間違いって言いましたが、間違ってたんやなって。うん、あ、ほんまや、こんなん不安とかないやんって。うん、なんでこう思っちゃうんかなっていうことこれいつも、今から言うこと、僕いつも言ってますけど、行動しないからそうやって起こる、思うんですよ、うん。行動する前にいちいちいろいろ考えて、 時間だけが過ぎていって不安だってなってる人がほとんどだと思います。うん。行動すると、あの、行動することに脳みそを使うんで、考えなくなるんですよね。考えれないんですよ、物理的に。不安なことって。うん。泣きながら怒れ、なんて、泣きながら怒れない笑えないか。泣きながら笑えない怒りながら笑えない。なぜね、相反する感情を一つで表現できないじゃないですか、人間って。 走りながら,寝,ら寝れないしね。走りながら寝れる人いないじゃないですか。うん、そう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 いうことそういうこと。なんか2つのこといっぺんにできないんですよ人間って。だから、不安なことを考えちゃうってことは、自分、暇してるんだなっていうことなんですよ。うん、休むと暇する意味が違うんで、そう。休むっていうことをしてるっていう。こういう、まあ、ヘリクツって立派な行動なんですよね。この休むってことを。ちゃんと何もしないことをするっていうことをしてるってことなんですよ。 ただ悩むってことは意図して何もせずに行動力を下げて苦しい状況を自分でね不安っていう幻想を作ってやっているってことなんでこうやってねあの細かいことって分析して理解していかないと感情に踊らされるんでわざとこういう言い方してますはい伝わったでしょうかだからそういうことをえやめていってどんどん自分が思いついたこと無駄なことでいいんですよ合理性がなくていいんですよ 失敗したっていいんですよ。何せ思いついたことをやる。な、うんでかわからんけど、これをしたいんだ。なんか、た多分意味がないし、うん、お金と時間、なんか浪費するだけかもしれへんけど、なんか今これやりたいねんってことがあったら、やってみてください。うんうん、必ずそれが、なんか繋がったりするんで、後で、うん。で、意味なんかなくったっていいんで、やってみてください。はい。このね、意味がないとやらない人は、必ずね、 えっとね、遠回りするし時間を無駄にするし不安の波にあの襲われるし、はい、そういったことしていきます、はい、なんでそんなこと言い切れんのあんたが、はい、実験済みだからです <laughs> 僕が嫌というほど実験してきて学んできたことなんで、はい、実証済み検証済みのことなんで言い切れます、はい、次回の根を込めてのお伝えしてるんで,でそれをしていくと直していくとどんどん不安が減っていって 世界が広がっていくんですよ。安全な世界が広がっていくんですよ。あ、何しても大丈夫やって、うん。法を犯しちゃダメですよ、もちろん。法律を犯すようなことじゃなくて、あ、これは駄目だと思ってたこと、いけるんだ、大丈夫なんだ、安全なんだって、バーって広がっていきます。はい、でど,んど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 んあなたが、そうやって視野を広げていって、視界がね、クリアになっていくと、こんな身近い仲間いたんだ、助けてくれる人いたんだ、応援者がいたんだ、こんな恵まれた環境にいたんだっていうね。 だから虚構から次に、もうすぐあなたに次に起こることがね、自分の虚構幻の世界から目覚めていって、現実がよりね、クリアに視界が広がっていって見えていくってことが起こります。それで、あなたは、どんどん行動力、活動量が上がっていって、多くのね、景気を積んでいくっていうことをしていきます。はい。いろいろまた余談を挟みながらいろいろ言っちゃいましたが、アドバイスいきましょう。最後に。妊娠っていうカード。うん。 だからね、目覚めるんですよ、あなた。もう今、僕言っちゃったけど、うん。目覚めます。そう。自分が作り出した勘違いの幻の世界から目覚めていくよって、その準備期間のためにいろいろね、紆余曲折あって、幻見たりね、不安と向き合ってきたんだようん。アドバイス、もう一枚引きましょうか、追加で。 Ask for what you want. うん、あななたの望みにっていう待ってて待かなちょっとこれね僕似たようなメッセージがあるとねごっちゃになっちゃって分かんないちょっと見ますね解説書。あ欲しいものを求めるっていう意味なんですってこのカードで言うとねいろんな花植物がある中で自分はこれって言って選んでるわけじゃないですかこの妖精がね。うん だあなたが何が欲しいかっていうものを明確にしないと何が何のサポートをしていいかとかが分からないので助けようがないよって言われてるんで明確にしてください、うん、幸せになりたいんですえどうなりたいの、うん、幸せって人の数だけあるから分からないよってはっきりしてくれるなと恋人が欲しいです えだから、どんな恋人、うん、結婚したいんです。どんな人と、どんな生活したいの、うん、お腹すきました。いや、だから何が食べたいの、うん、嫌いなもんとかあれ分からへんよ。世の中いっぱいあるからってことなんですよね。自分は具体的にこうでこうでこうで、これが欲しいですってことを明確化しておかないと実現しにくいよっていうことです。はい、それは例えると今みたいなね、食べ物で言,言,っ,言ったらそんなもようなもんです。 きっとこれが、こういうことは、なんていうの、私お腹空いてます。って言って、世の中無茶苦茶ある食べ物の中から、今あなたにぴったりあなたが食べたいものを選び取るなんて、まあ不可能じゃないですか。サポートしようがないじゃないですか。どんなすごい名料理人がいたとしてもね。うん。言ってくれたらわかんのにってことなんです。それをだから決めなさいって言われてるんですよね。 これを決めてない人がすごく多いんですよ。うん。それはな、あのね、自分を掘り下げないからなんですよね。分析してちゃんと掘り下げるってことをしないからなんですよ。なんかしないけど、そんな一番、世の中で一番大事な自分自身のことを後回しにするっていう人がすごく多いんですよね。<laughs> なんそれに時間使わへんのって僕すごく思っちゃうんですけど、一番大事なのはあなただよって。あなたの世界の中で。うん、子供でも親でも他人でも何でもないよ。あなたよ、まず。 っていうことなんですよねそこを見失うと、最初はね、なんじゃかんじゃ数年とかそれでいけたとしても、どっかで何かが起きて、迷子になって見失うんですよね。あ、あれ何やったっけ私の幸せって、みたいなね。そうそう。だからここいらでね、こういうメッセージ来てるんで、どんどん明確化させちゃってください。自分の中で。何が、どう、どう幸せ、 になりたいのか何が欲しいのか具体的に具体的にまるで料理のようにねどんな料理が食べたいかっていうのを決めるかのように決めていってみてください。はい。っていうアドバイスが来てます。はい。いろいろね言ってしまいましたまた。はい。すいません。はっきりとズバズバと言ってしまって。はい。でもねちょっとでもね参考になったよって方はぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。 そして今、チャンネル登録者数5000名を目指して、地道に動画を撮影するというマラソンをね、やっております。そのマラソンにエールを送ってあげたいなという方は、ぜひチャンネル登録で応援しちゃってみてください。では、また次回の動画でお会いしましょう。また見てね。また見てねーふっくっばいチューュチューチューウォーターチャージ ひでえありがとうございます。2番のハングドマン選ばれた方いきましょう。紫カードで最後にアドバイスを出していって、右側のカードでもうすぐあなたに起きるかもしれないこと、そして左側のカードで現状全部整地に直して出していきます。まずは1枚目ペ、1枚目ペンタクルの5番。2枚目、ホーム。3枚目、オールザットグリッターズっていうの出ました。まあ、そもそもね、 選択肢のカードで、こう、大あるかな、吊るされた男をね、選びました。その横に、たまたまこれ、ペンタクルの5番っていうのが出て、似たようなね、感じに僕が見えるやつが出たんですけど、なんかやっぱりわかりやすく、現状あなたは、うん、お金に困ってらっしゃる。うん、お金が欲しい。苦しい状況がずっと続いている。いつこの状況から抜け出せんねんっていうのを抱えながら、 日々奮闘されてる方が2番を選ばれてるって感じがしました。いつこのお金の扉開くねんっていうね。ずーっと金ギリギリやん。はい、マイナスやん。借金あるやん。赤字やん。足りひんやん。いつだったらこれプラマイゼロになったりね。最低ね。もっと豊かなれんのかなって。はよ、もう豊かなりたいよ。もう宝くじでもあたらんから。パチンコ、ギャンブルでもいってね。一発当てたろかいなみたいな。 うん、そんな思いもよぎりながら、行ったら当たらへんしね。うん。競馬も当たらないですよね。ほんとね。パチンコもなかなか勝たれへんし、パチンコ業界も厳しいしね。ねえ。宝くじなんてもうほぼ当たんない。うん、ねえ。もうどうしたらいいの、うん、国の政策。もう、ねこの怒り全部あの内閣にぶつけたろかみたいなね。<laughs> ほんまね。方多いんじゃないでしょうか。一部の人だけがね、金持ち層だけ儲かってますからね。 うん、今の政策やとねうん。そのように見えるんですけど、えー、でもね今あなたがこの状況を味わうことはまあもちろん今から言うこと言ってもやかましいわとしんどいね何にわ亮がって思うかもしんないけど今味わってる状況はもちろん自分でつく作り出しちゃってる引き寄せちゃってるものだしそれを味わっているには意味があるんですよ。 でどんな意味があるのかあなたの精神性がねすごく磨かれているっていうねお金で買えないプライスレスな状況を味わってらっしゃるみたいです。うん、でもうそんなもんいらんからもう精神性なんかいらんからもう低くていいからお金くれと <laughs> 多分思うかもしんないけどまあなかなかどうしてそんな風にいかないんですよ。うん 大体いい頭と心で思っていることの逆のことが起こったりするんで、うん、すごく大雑把に言うとそういう逆のこと起こったりするんですよねそう。逆のことを望んでたりするんですよ奥の奥の本音って。うん、で起きてることに文句言ってね中指立てたところで現実変わらずにあのどんどん苦しい状況が続いちゃうんでそこなんですよね。うん、苦しいからこそだから筋トレと一緒なんですよ。うん 筋肉痛になったりね、はぁはぁヒーヒー言いながらしんどい思いしないと筋肉って強固にならないじゃないですか。ムキムキになれないのと一緒で。やっぱり人間の精神性ってね、こう追い込まれないと身が磨かれないんですよね、うん。だからその状況にある。で、その状況を味わって、必要な経験値をいた得たら、やっぱり抜け出せるんですよね。抜け出してあなたは豊かになっていくんですよ。うん、で、その時期を、 味わってるだけなんですよね、うん、だからこの時期に感情っていうものをかなり振り回されるでしょうし、うん、得れるものも大きいでしょうし、うん、しんどい時期だと思います、うん、ただそんだけハードな筋トレしてるっていう,うに置き換えてみてください、うん、ごっつい筋肉流々なるってことですよかっこいい美しい体になっていくってことですよ精神がうん その状況を味わっている方かなと思いますけどね。ちょっとこれ以上現状を掘り下げたらまた余談とか長くなっちゃうんで次行きますね。で、全然当てはまってない方は他の選択肢を見てもらったりとか、そもそも僕が言う今からメッセ言うメッセージ、普段から言ってるメッセージって個人鑑定では一切ないので、もちろん広,広く広く言ってるんですよね。だから、ご自身の状況に当てはめてください。うん。個人鑑定やったら、この場で質問をして、 情報を聞き出して、で、より細密に見ていくっていやり方なんですけど、そんなことできないんで、こういう言い方になるんですよね。はい。では、もうすぐあなたに起きるかもしれないことを見ていきましょう。エースのカップ。マジックプレイヤー。あ、チェンジインザウィンドっていうカードきました。お、めっちゃ、ええやん来たんやんっていうことですね。多分もう抜け出しますね、そろそろ。うん。 そのお金の黒から抜け出すっていうことがもうすぐ起きそうです。はい。もう経験値溜まったんですって。うん。でももうすぐ溜まり終わる。うん。ドラクエでいうところも,もうね、レベル、レベルアップ寸前までいるみたいです、今。うん。あと何秒かね、こうスライム倒したりとか、メタルスライムとか倒したりしたら、メタルスライム強いけどね、ちょっとね、倒したりしたら、うん。経験値得て、もうレベルアップして、次の、 段階に進みます。次の違う場所に進んでいきます。違う学びの場所に進んでいきます。はい。それがもうすぐ起きる。で、風向きやわってすごくね、楽になるよって言われてるんで、きっとこのお金の苦労から抜け出すっていうのもあるんですよね。これ、だから、いきなりね、宝くじが上がって、当たって、楽になるって意味じゃなくて、まず抜けるんで、うん、抜けるっていうことなんで、 まあ、例えば借金がゼロになる人とかね。うん、でお金の、お金が安定して入ってくるってことになってきて、見通しがつくとか、うん、仕事が変わってより自分らしく働けるところで活動できるようになるとか、なんせね、こうお金と心がもっと楽になる、うん。なんかリセットされるとか楽になるとか、良い方向に流されていくっていうことを、 経験するってことは起きそうなんですよ。次起こること全体的に、うん、これがもう一個のメッセージです。こういうことは起こりそうです。はい。だからすごくね風向きが変わることは起こるんですって、うん。今までだからもう何回頑張ってこう進んでいっても向かい風向かい風でどっちに体向けでも向かい風やんっていう世界の中心私みたいな。 私中心に向かい風吹いてるみたいなもうしんどいからやめてっていう状況をずっと来たと思うんですけどそれが一気にねその向かい風を背中で受け止めて追い風に変えちゃうみたいなえこんな楽にいけるの今までこんな死んのかったら何やったぐらいの楽な感じで流されていけるように風向きは変わっていくって言われてるんでうんとても新しい生活が始まっていくっていう風に感じます。うん これね、ちょっとね、メッセージがここで終わっちゃうんで、追加でカード引きますね。うん。何で、おっと、何で、こんな、何が起こったことによってそのね、風向き変わるみたいな経験になるんでしょうか。仕事なんでしょうかね。人との出会い。結婚、恋愛、パートナーとの関係性のスタートなんか。何か、でも新しいことが始まることによって、その流れが変わっていくって言われてるんですけど、 まあ、ニューライフね <laughs> ほら、生活変ーり言,言った通りのカード出るでしょ、うん、不思議ですよね、これ。こればっかり不思議やな、思いますわ、本当に。うん。完全に新しい生活始まりますね、2番の方。うん、だから、それが何かを聞いてんねんか、ートさん。<laughs> それが何かを言ってくれ、言うてんのよ。なんか新しい生活です。それ俺が言うたわ、みたいなね、今ね。 俺が言ったことは、投影されてもってことなんですけど、何かを教えてって言うてんだから、本当に。すいません、カードにめっちゃ愚痴いるという <laughs>。その何かをちゃんとはっきりある程度ね、うん、もうはっきり言えないけど、どこまで言っても抽象的になるけど、ある程度教えてよっていうことをね、ちょっとカードにもかなりぶつけたんで言ってくれるでしょう。教えてねっていうことで、ね、はい。 テールズマン。うん。あなたが進みたかった道って言われてます。それは恋愛結婚やったら恋愛結婚の方やし、夢、仕事系やったら夢仕事系です。あなたはこの道絶対に進みたい。この道で、掴みたいものがある。うん。その道。その道がスタートできるんですって。ようやくその道が開かれていくんですって。うん。でその道が開かれることによって、新しい生活が始まっていく。 このお金の苦しみから解放され、まだこれ貧しい風に、どう見てもこれ貧しいような服装に見えるじゃないですか、この方、テールズマンの人。絢爛豪華なね、服に見えないんで、肩とか出てサブそうなんで、こっからなんですよ。なんからね、リセットされる感じなんですよ、イメージ。うん、だからゼロに近いような状況になっていって、 そっから今多分マイナスを感じているような状況やと思うんですよ。それがゼロになっていって、あこっからなんか始まっていって、どんどん楽になっていくわっていう、だから見通しがた立つというか、なんかそういう状況になっていくんですよ。で、こっから、どんどん豊かな物質的な豊かさとかを得ていくんでしょうね。心の豊かさも含めてね、うん。心の豊かさも含めて、こう何か得ていくようなことがバーってスタートしていくとこに、 立っってていくよって、うん、スタートラインに立つって感じそう新しい生活のスタートラインに立つってことはもうすぐ起きそうです自分が進みたかったなと思ってる道でアドバイスがエモーショナルヒーリング、うん、自分の感情を解放してあげてくださいって言われてるんであなたが本当にしたい生活って何でしょうか、うん、それを解放してあげてくださいって言われてます、うん、覚悟してくださいそれを受け入れる、うん 覚悟ってあの悟りに目覚めるってことなんで。うん、悟りに目覚めるっていうことは一周受け入れるってことです。今の状況。うん、全部今の感情とか状況を含めて。そうしたら自分の本当の気持ちって湧いてくるはずなんですよ。あ、これやわ、うん。それを解放してあげてください。解放してあげるってことはそれを実行していくってことです。うん、その生活を。で、いきなり100はできないんで。うん 僕だっていきなり芸人の生活だけで生活したいんですけど、いきなり100それできないんで、できることからやっていってるところな、ことなんで、まずできることをやっていくってことになると思います。それは当たり前なんですけど、うん。でもそれを解放していくっていうことはいきなり人間なんで僕らね、いきなり100バーって解放できないんですよ。魔法使いじゃないんで。今ゼロのとこから、だんだん1、5、10、15ってこう、解放していく感じなんで、いきなりはできないんですよ。いきなりできたらそれ AI、ロボットなんで、うん。いきなりできませんよ。 ゆっくりこう手放していく解放していくってことですはいそうそうこうじゃなきゃいけないとか、うん、こうあるべきだみたいなことがもうもうほぼあるでしょう人間って生きてたら、うん、それを気づくことによってだんだん解き放れてた,たれていくんですよこうじゃなきゃいけないは自分を檻の中に閉じ込めて鎖をつないで 窮屈にするってことなんですよね、うん、でもそれ思っちゃうんですよ人間って、うん。でもそれに気づくと解放されていくんですよね勝手に、うん。そう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 。そういうことです。はい。これがアドバイスとしてきてるんで本当に自分はどう生きたいか今の自分がです。今の自分がこれからどう生きたいのかっていうことをまず気づいてやったらどうって。 それが解放してやることに近づいていくよって言われてますね。はい。そうそうそう。やっぱりね、こう悩んで感情的になってる人が多く見てるっていうのが占い番組やと思うんですけど、だからこそ苦しいからこそ、早く抜け出したい1秒でも早くっていう感情でもって見ること多いんで、すぐに結果、良い結果、あいつでの良い,い結果はとか。 今、感情の解放って言うと、らすぐ0、100? うん。100の解放やね。はいはいってなっちゃうんですけど、そんなバカな話ないんで、うん。現実は当たり前にね、当たり前にゆっくりしか変化していかないんで、そう。よく言いますよね、風の時代入ったよってもう。ね専用先生術から言うたらね、風の時代やから今こういう人が活躍していくそん、それをね、コロナ禍ぐらいにそれ言い出しましたけど、皆さんね。 だからといってすぐに今日明日 <laughs>、今日明日すぐにそうやって風の時代満載の世の中にならないんで、何年もかけてゆっくりそういう時代に変化していくってことなんですよね。そうそうそう。そこをほんと皆さん履き違がいるな。なそうか、今年から風の時代かほんとはすぐなるんだって思ってはるけど、そんなわけねえじゃんってことなんですよ。うん。そうそう。冷静にちょっと分析ね、して考えたらわかることなんですけど、 感情になる、感情的になると皆さんね、見落とすんですよね。そういったことね。うん。だからすぐに何でも変わらないよってことはね。うん。で、そのすぐに早く変わってほしいって、また感情が強くなると、また遠回りのね、そう、ことになっちゃうんでってことなんです。これ、だからすごくね、毎日修行なんですよ、僕ら。うん。そういったことと戦いながらね、そう、感情と戦いながら、はい。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり進んでいくってことしかできないんで、 はい、だからこれ僕1200本も動画撮ってるんですよ本当に、えー、ショート動画このロングの動画とショートの動画合わせてもう1200本以上投稿してるんで,、はい、でまだまだメッセージは尽きないってことなんで人間ってやっぱずっとねこういうメッセージってね長くゆっくりこう聞きながらね役立てていくもんなんちゃうかなと思ってますよ、はい、だって占いだってなくならないですもんねずっと昔から今もね今後もなくならないでしょうしはい はい、いろいろまたヤオドアも挟んでしまいましたがいかがだったでしょうかちょっとでもね、参考になったよという方はぜひ高評価ボタンで僕に教えてみてください。そして、この1200本以上僕が動画を撮影してきて気づいた幸せの法則を今思い出したんでね、最後に2番の方にだけ特別にお伝えして終わりたいと思います。その幸せの法則とは、このチャンネルをチャンネル登録すると 幸せになれるということでございます。はい。ぜひね、よかったらチャンネル登録して僕にエールを送ってみてください。お相手は、吉本芸人、ひねまるとねずみ先生でした。また見てねふくぱ、チューチューュー,ー水飲めピュピュー,ピューはい。では、3番のこの、キングオブファイヤー、選ばれた方いきましょう。 紫のカードで最後にアドバイスを出していって、右側のカードでもうすぐあなたに起きるかもしれないこと、左側のカードで現状全部整地に直して出していきます。マジシャン、大アルカナー、出ました現状で、インテンション、意志って意味ですね。意味の意味に思うで意志でございまして、はい、運命のカード、ザ・フェイツ。複数形なんでフェイツですね。単体やったらフェイトと呼びます。 このカード出たら毎回説明してるんでしておきますね。英語で運命っていうワードは2つございます。1つがディスティニーですね。これポジティブな意味の運命って時に使うワードだそうです。あなたと私は赤い糸で結ばれていたのっていう意味はディスティニーで使うし、フェイトはネガティブな意味の運命って時に使うそうです。あの時私が事故に遭ったのはフェイト、運命だったのよみたいな時に使うそうです。 この僕、占いのカードをね、勉強したときに、へえ、運命って2つ英語の意味ってあるんだってことを知りました。はい、だから説明しておきます。で、このカード、いつも僕言うけど出たらね、もう明るく星がちらついていて、全然マイナスのネガティブな運命って見えないんですよね。で僕はいつも思う解釈は、貧乏くじの先に大当たりの景品がついているよっていうことが見えるんで、だから今のあなた、 全然楽しくないわ不幸やわ貧乏くじ引かされてるわって感じてる毎日かもしんないけど実はその毎日の先に大当たりのね大幸せが待ってるんじゃないかその運命の紐を今あなたは引き当ててるんだよそんなあなたが3番のカードを選ばれてるんじゃないかなっていう風うに見えますはい いつもお伝えしてるね人間万事採用が馬でございます。これ人間万事採用が馬、どちらでも読み方合ってるらしいですが、人間万事と言わせてもらいましょう。中国のことわざですかね。うん。んか目の前で起きている不幸なことは果たして未来で本当に不幸なのか。それが幸せに転じるときもあるし、逆もしかりだよねって意味ですよね。うん これは人間にわ分からないです。うん、本当、神のみぞ知る領域だと思うんですけど、だから、目の前のことをね、一時の感情で、悪いふざけんなって言うと、果たしてそれはいいのかなってことですよね。より不幸を引き寄せちゃうんじゃないかなっていう。だから今のあなたは、きっとね、不幸感強いかもしんない。恵まれてないなとか、貧乏くじ引かされてるわっていう、辛い状況かもしんないけど、 実はその先にこの状況を味わわなかったら経験できなかっためっちゃ大きい幸せを引き寄せてるんだよって、うん、そう考えて今の中にね今の生活の中にありがたいとこ良いところ感謝できるとこ幸せなところを見つけてみるっていうのをそういうことをねしていくの大事ちゃうかなっていうメッセージが来てる風に感じました、うん、今ね種まいてるんですよ 肥料を撒いてるんですよ耕してるるんんでですすよよ耕しだから汗水垂らしてしんどいんですよ。うん、でたまに嵐が吹いてね、うん、雨風に打たれてしんどい時もあるんですよ。その先にねうわーあれがあったからこんな実りのね収穫日を迎えられるんかって日が必ず来るんで、うん、ただ草ってじゃこりゃって言って自暴自棄になってどうせうまくいかへんやんけーって。 田畑せっかく手入れした田畑をむちゃむちゃにしたらそれは収穫物減りますよねってことなんですよね。うん。そうそうそう。っていうことを言われてますよ。うん、だすごくねあなた今種まきの時期にいるし卵を温めてる状態だって言われてますよ。うん、でその時期であるからこそ何か知性が蓄えられている発達していたりとか なんかね、心愛情の器を今広げてる時期でもあるしアイデアの種もどんどんねあの育っていってるよって言われてます、うん、すごく精神がねこう成熟していってるのが今の時期だって言われてますよ、うん、で今ねだから必要なものを集めていってる時期だって言われてますお金だったり時間だったりなんかスキルだったり能力だったり考え方とか心の精神 状態のね、成熟度とか、なんかそういったものをね、自分の将来、これを幸せに、これを手に入れて幸せにするんだ、この現実を想像していくんだ、これを自己実現していくんだっていうことに対して、必要なアイテムを今あなたは手に入れていってる最中だって言われてます。だからそれはしんどいですよ。うん。それ楽にね、簡単にひょいひょいって、なんか超能力みたいなんでね、<laughs> シューンってギューって集まって、 すぐにね、現実想像できたら、1ミリも成長しないし、1ミリも感動できないのが人間なんで、うん、そういうね、まあ、ゲームにね、参加している、うん、いきなりラスボス倒してチャンチャンってなったらもうそんなゲーム売れないじゃないですか。どうやってこれ攻略すんねやろうなーってね、人に聞いたり攻略もんこうてね、こうさまよいながらね、クリアしていく RPG のように人生簡単にいかないようにできてるんですよね。そうそう。それを、 解くことになんか面白み醍醐味があるんだよってことなんで腐らずにね、はい、腐りたくなるとき出てきますけど本当の意味で腐っては終わりなんで腐らないようにしていきましょう。はい。現状こんな感じですが全然当てはまってないわーって方は是非ね他の選択肢を見たりとか基本的に個人鑑定ではないのでご自身で当てはめてね見ていってください。で 占いいいいいはは未来予言のために僕は使わない方がいいよっててつもお伝えしてますね。それで見てもいいけど僕のおすすめは心と向き合うメッセージを聞いた時に自分の心と向き合って自分がどう反応したかその奥の奥に自分が目指しているゴールが必ず潜んでいるんでそこが分かったら目の前にやることがね今やるべきことが見えてくるんで最短距離で確実に自分の狙った幸せにアプローチできるって思ってるんで是非ね そういった見方をするといいかもしれませんね。いやいや、私そんなどうでもいいねと。当たる当たらないでエンタメで見てるからって方はそうしてください。もうすぐ起きるかもしれないことをね、見ていきます。その10番。えー、ワイドオープン。えー、ヒアナウっていうカードが出ました。うん。準備万端になりそうですね。うん。いよいよアイテムが揃っていって、もう、 進むべき道が開かれていく自分で開いていくって感じがしましたうんやるべきことが見えてくる、うん、これやったらきっとこういう結果を手にできる、うん、そういったことがある程度予測がついて狙って行動していくってことをしていきそうです、うん、扉が開かれるっていうのと自分で開いていくっていうねこれ、えー、と伝わりますかね 二枚扉なんですよ、それ。一、うん、つは、勝手に、あの、内側に鍵がかかってるんで、向こうから、自分以外の人にあて開けてもらえないと開かない扉があるんですよね。で、それが開くんですよ、もうすぐ。で、開いたら外行けるかって言ったらいけないんですよね。まだ一枚扉があって、それは自分の手で開けないと開かない扉なんですよ。うん、でこの、まずあなたに次起きることは、 その自分の力では誰かに開けてもらわないと開けな開かないか開かない扉が開くよって言われてます。はい。じゃあ次どうするの？はい。もちろんあなた自分で開けてね。開けるでしょ？っていう。そこの段階開ける前まで行きます。うん。次に起きることはその扉開ける開けないは自分次第です。まあ、この流れで言って開けないってないと思うんですけど、うん。それ開けるやろうってことなんですよね。 細かく言ったらそういう二枚扉の道が開かれていくって言われてます。これ何のことなんか自分で当てはめてください。ご自身の中で。うん、あ恋愛かな結婚かな仕事かな夢かなあのことかなっていうこと。うん、ご自身が一番分かってると思うね、うん。当てはめていただいたらなっていうふうに思います。で、次に起きるかもしれないことは、もう今の自分からは卒業していくっていうことが起きていきそうです。はい。 今の自分から卒業。うん。なんかね、なんかね、わかりやすく言うと、レベルアップするって感じします。うん、一回り成長するとか、なんか様変わりする、良い変化をするとか、なんか見た目が、見た目で言うとすごくね、ダイエット成功するとか、かっこよくなるとか、可愛くなるとか、美しくなるとか、うん、仕事で言うたら、ステータスが上がるっていう人もいるやろうし、 やりたかった仕事に就くことで自分らしく生きていけるっていう変化を起こる人もいるやろうし、うん、あとなんやろうな。なんかね、自分自身にすごく正直に生きていけるって言われてるんですよね。うん、だからそれが、例えば今、例えですよ、月収100万円の正社員をやってて、 どう見ても社会的に成功してるし裕福なんだけどいや自分はミニマリストとして生きていきたいんだだからスタバで週4日働いてあと3日は自由になりたいんだ生活最低限の15万円稼げたらええんだって、うん、昔よりめちゃめちゃ給料減って地味な生活になったけど自由な時間増えてこの方が幸せだって言ってるミニマリストの人いますよね、うん、そんな感じ 自分にとって豊かな時間を過ごせるっていう、そういう人になっていくって感じがします。うん、そういう生き方ができるようなことが始まっていくってことが起きそう。うん、ですね。はい。では、アドバイスいきましょう。誰を許す必要があるのでしょうか。ちょいちょい出てきますね、このカードね。うん。これだから本当出るともう一個しかないです、僕から言うことは。 うん、自分を許してあげてください。自分を許すんですよ。他人を許すんじゃなくて自分を許してあげてください。あの人が嫌い、あの人が許せないっていう自分を許してあげるんですよ。その人のこと嫌いなままでいいんですよ。だって嫌いなんだもん。<laughs> 苦手なのもん無理なんだもん。合わないんだもん。うん、おかしいなと思うんですもん。うん、ないわーと思うんですよ。うん、いろいろわかるよ、うん。いろいろ考え方あるよね、うん。みんな違ってみんな知ってるよ。うん その人にはその人の正解があって、真実があって、正義があるんでしょ、うん、自分と違うだけなんでしょ違い方言というかね、国が違えば文化がちゃうしとか。うん、で私が思ってる正義はあなたにとって正義じゃないんでしょ知ってるよただあなたのこと私嫌いなんですよっていう人いるじゃないですか。うん、嫌いでいいんですよあ。私ってこういう人のことは私は好きになれないんだな、うん、嫌いのまんましかいられない、いれないんだなってことを認めてあげる、許してあげるってことなんですよね。そしたら変わってくるんですよ。 そうそうそうそしたら変わってくるんですよ。不思議と相手のことを受け入れ出す,んですよ、うん、これ何でかっていうと結局相手は自分だからってことになってくるんですよ。相手が自分は何を頭おかしいこと言ってるんだってなっちゃうと思うんでこの話を掘り下げて皆さんに理解してもらおうと思ったら全く別の話になってくるんでね占いと関係なくなってくるんで差し控えますがなんせもうちょっとなんか普遍的な言い方すると、まあ、相手は自分を映し出す鏡だってことですよね。 だから自分っていう要素を含まれてるんで、うん、結局自分を許すと相手を許すってことにつながるんで、自分を許してあげてねってことです、うん。むちゃくちゃ憎たらしい大嫌いな相手って許しにくいけど、大好きな自分自身で許しやすいじゃないですか。うん、あ、私ってこんなダメなとこもあのねあー可愛いわねってできるじゃないですか。ごめんなさい、方って言われましたが。できるじゃないですか。うん。うわ、それでもさらに抑えた言えた。ごめんなさいね。そういったことをしていく。うん 簡単な方、簡単な方から攻めていきましょう。テストの答案用紙も一緒でしょ。難しいとこは最後に解きなさいって。<laughs> 簡単なとこから埋めていって、最後の問題でじっくりね、制限時間内で悩んだらいいのよみたいなセンス言われませんでした。あれ正しいですよ、やり方。本当に。簡単な、簡単なとこからやっていったらいいんですよ。人生も、難しい問題ね。人生の問題やったときに、簡単な問題から解いていきましょう、うん。そしたら難しい問題もね、なんかね、気が楽になって、 あ最後もう他の簡単な問題解けたんだからあとはもう別にできんかたも言えからじっくり考えてみようってやったら意外とねあの進んだりしますよ解き方が完全に解けなかったとしても、うん、納得のいくねとこまで行けたりしますよ、うん、そんな風に出ましたね、はい、3番の方はこんな感じになりましたがいかがでしょうか、うん ちょっとね、3番の方はあま掘り下げなかったけど、そこまでもうすぐ起きることに対して、これでいいかなと思ったんで、うん、まずそこ、その、その先の話はまた別のね、リーディングで出した方がいいなと思ったんで、うん。はい。なので、ちょっとでもね、参考になったよって方は、ぜひチャンネル登録で僕に、あの、高評価ボタンとかね、チャンネル登録で僕に教えてみてください。そして、この約4年間、 1200本以上動画を撮影して占いと向き合ってきた僕がある一つの幸せの法則なるものを見つけたんでね最後にお伝えして終わりたいと思いますこれをするとあなた幸せになれますよってことが分かりましたそれは何かというとこのチャンネルを登録することでございますさあぜひ僕にエールを送ってくださいよろしくお願いいたしますさあいかがだったでしょうか今回もね ズバズバとはっきりと言わせていただきました。はい。もちろんね、その中でもオブラート包んでお伝えしてるんですが、まあ聞こえ方によってはね、ほんとはっきり言うなってことになってるかもしれないんですけれども、ちょっとでもね、皆さんが実践的にね、日常生活で役に立つなってことをね、お伝えできたらなと思ってね、いろいろ言わせていただいております。はい。自分のね、経験談をもとにね、お伝えさせていただいておりますので、 参考になさってみてください。一種こういうね、考え方もありなんじゃないかっていう観点からね、ご自身の中でこう、役立てていただけたらなっていう風うに思ってるんで、はい。よろしくお願いいたします。また皆さんからね、いろんなあの、テーマのリクエストとかあったら、気軽にコメント欄書いてみてください。ほとんどの方採用させていただいたと思ってますが、 ちょっとこれを採用しても皆さん多くの方にリーチしにくいなと思うことは採用してませんが、はい。なのでね、何かコメントくださったらありがたいなと思っております。また日々いろいろ自分自身ね、勉強しながら何か皆さんの役に立てることをね、していきたいなと思ってます。でちょっとね、あのいろいろ新企画とかシークレット企画とか、ちょっとスケジュールがね、むちゃくちゃなってて、うん なかなかできてないですが、ゆっくりゆっくりね、やっていくんで、あまりこう、焦らずにね、待っていただいたらな、すいませんが、思っております。はい。で、今後、ライブ配信、ライブ配信もちょっとね、もうタイトで、ちょっと、皆さんも忙しいと思うんですよね。ちょっと、まあ、できるかどうかなって感じなんですが。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。また見てください。また見てね cha cha